五遊塾は、東海道五十三寺の三十五番目の宿場である。現在の愛知県豊川市五遊町に所在する。街道の面影を残す、松並木が美しいことから、観光地になっている。歌川広重、東海道五十三寺、五遊。止め女と呼ばれる旗子の女が旅人らを、無理やり引きずり込もうとしている様を描く新居席書と、 浜名湖周辺の東海道1601年に徳川家康が江戸日本橋から数えて35番目の宿駅として開設。本人が最多時4件、最小時2件。江戸風俗市にある尻尾の短い猫は五湯猫と呼ばれ流行したが、五湯から持ち込まれ、五湯、赤坂の宿売期間の短さを尻尾に例えて呼ばれた。明治維新後、保育園役所が置かれ、 軍の中心になったが、国鉄東海道本線の経由地に選ばれなかったため、鉄道開通後は、鉄道が通じた、水戸や蒲氷に繁栄を奪われた。これに関して、宿場が鉄道を忌避したという俗説があるが、反対運動があったという資料が発見されておらず、その上当時の鉄道局技師の書状に、赤坂、藤川官は、その知性強愛かつ、 急勾配を伏せざれば容易に、線路不切難症性という記述もあり、五遊経由では16パーミルの勾配を避けられないのに、対し、ガマゴ経由ならば十パーミルの勾配で済むことが、ルート選定の理由であったとされる。その後、愛知電気鉄道開業時に本五遊駅が開設されたが、即達列車が停車しなかったため、維新前の繁栄は戻せず、軍役所、 警察署等が五遊から移転した国府に拠点性も奪われた。1959年には、保育園五遊町は、豊川市と合併した。五湯の松並木ウィキメディアコモンズには、五遊塾に関するカテゴリーがあります。青木栄一、鉄道危機伝説の謎、吉川博文館、2006年。 ISBN 4億6420万 5622X52 から56ページ。ありがとうございます。